これね、これ今スクリーンに見えてると思うんですけど、これ実は建物なんです。建物っていうか集合住宅、まあ、団地みたいなもんですね。この団地の真向かい、そう、そこにちっちゃな飲み屋さんがあるんです。ドアを開けるとすぐ横に背の低いキャンプ椅子がある。その椅子にはこの真向かいの506号室をじーっと見ているような姿勢でいつも私の息子が座っていました。大人になるっていうのがどういうことかなっていうのを一生懸命考えたんですけど、自分の意思で、マクドナルドを買いに行けるようになったら、これは完全に大人だなと、思いまして。道の脇に、ね、自由の女神とか、あと二軒ですか、二軒目から、びっくりしたんですけど、あのルーブル、彫刻美術館ですかね。そこはもともと作る気はありますか？と私は家に帰ります。